マサシンゴ TV。 さあ今日も始まりました。はい、今日は久しぶりにプールに来ました。今回の企画はドルフィンを教えてもらおうと。ドルフィンって難しいっすね。すごい難しいと思う。はい、まあ、初心者も困ってる人多いし、上級者の人でも上手くなればなるほど損することはないっすよね。上手ければ簡単にお気に入れるし必要ですね。僕パドル得意なんですけど、ドルフィンは苦手ですね。なんで？ドルフィンなるべくしないように思いっきりパドルで出ちゃう。なるほどね。波が来る前にアウトで出ちゃう。じゃあいらないじゃん。あればね。なおね。じゃあ早速やってみましょうか。はい、行きましょう。はい、よろしくお願いします。レッツゴー！ドルフィン、ドルフィン。ドルフィン。はい、どうでしたか。どうでしたか。なんか俺か深く入れなかったです。まあ、板は深く沈んでたけど、体が結構水の水面感やったんで、あれだと波がずれた時に戻されちゃった。ちょっと手本見しろか。オッケー、じゃあやってみます。いや、深いっすね。全然違いましたね。水中で僕見てたんですけど、みんなテールについてる側の足しか使わないんだけど、テールについてない方の足で水を蹴ってほしいんですよ、後ろに。あ、こう蹴って上がるときに、こう、そう、水を蹴る、上に蹴るのに、後ろに上に。そうすると、もっとテール側に体重が乗るというか。言葉で分かりにくいんで、じゃあ、プロで流しますね。蹴ってたでしょ。はい、水開けてますね。そう、あのふくらはぎと太ももの裏に水を当てて、それ時間、それを浮き上がってこないようにこうぐーっと抑えて。そう、みんな水中の上に上げればいい、上げればいいって上げちゃうところを水を逆に抑えて。そう、だから水面からあんまり出さない方ですね。足は足を水面から出さないあんまりね。あんまりね。少し出すぎないように、うん、と水当てて、こういうことですよね。そういうことこっちで蹴るから、じゃあこっちだ。そうここでちょっと上に。そう重い、うん、そうすると逆の足に体重が乗りやすいかな。ちょっと蹴る水を蹴る位置で、はい、やってみましょう。やってみます。レッツゴー。どうでしたか。潜れましたね。ちょっと長くなかったですか。長かった。これで頭以上の波を海でもできますかね。できる。これを使えば僕もできる。今の長くなかったですか。長かった。さっき1回目こうだった。うん。ちょっとこうだって何もパドルもしないでその場でこうやっただけなのに、勢いなくても前に進んで。そうこれのこの足のヘル。やばいっす。僕だけじゃなくて、多分見てる人も絶対やればいいっすよ。いいね、前に出れると思う。スープの前に初心者の人から上級者の人まで使えるんじゃないですか。使えますね。ぜひ使ってみてください。まあ視聴者の皆さん、実践で使ってみて、もしうまくいっちゃったな
ボディースルー気持ちよく抜けちゃったな。思いをした人はぜひチャンネル登録や高評価押してください。シェアもしてもらえると、あ、いいですね。ここのドルフィン講座すごいよみたいな宣伝してもらえると、絶対やった方がいいと思います、僕体験して思いました。こんなの絶対押さえてるって知らないから、ほとんどの人がね足を上に上げると思ってるからね。上手い人ほど足は上がってない自ら。そんなところもこう実際海で上手い人いたら見てもらえると。じゃあこれで今日は終わります。お疲れ様でした。また来週また来週See you next week. Bye bye.